水経路についてなんですが、京都産業大学フリーインテリア研究センター大月センター局によりますと、2つの感染経路が考えられているということです。まず1つ目というのは、韓国から避難した取り残している感染者というのが可能性で、もう1つが、ロンドン市場に行くのが、シベリアなどの北へ移動する2人目を管理している感染者です。でまた、大月センター長は、この2人目が感染原因だとすると、全く意味がないので、この地域までは、日本全国で厳重な警戒が必要となりました。先週は豚肉乾燥する前線のニュースをお伝えしたんですが、今年はこのインフルエンザ、今後、価格が上昇するなど、我々の食卓に影響が出てきます。